江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね 100% 日本の話題なんですけれども、こちら富士山2000円のネット予約に韓国民なんで行くのかとなんかね言ってるわけですよ。はい、それではですね記事の方行ってみましょう。くーちゃんお願いします。知ってました？ネット予約になるらしいですよ、入山に。入山規制が緩和される夏に登山客が集まる日本の富士山の一部区間に通行料2000円約1万8000ウォンと登山予約制が導入される。13日共同通信と読売新聞によると、日本の本州中部の山梨県当局は吉田ルートを利用する登山客のためのオンライン有料予約システムの運営を開始することにした。吉田ルートは富士山登山路の中で最も人気のある登山路で、1日の有料登山客を4000人に制限し、そのうち3000人は予約を通じて登山を許可する方針だ。富士山登山のオンライン予約は20日午前10時から可能で、登山前日まで予約できる。予約過程でクレジットカードなどで通行料2000円を決済しなければならず、特別な事情がなければ払い戻しはできない。1人が最大100人まで決済できる。山梨県はオンライン予約者のほか、1日に少なくとも1000人は当日現場で通行料を受け取り、入山許可を出す予定だ。以前にも山梨県は富士山保全協力金という名目で登山客に自発的に1000円約9000ウォンを徴収した。これから吉田ルートで登山しようとする観光客は最大3000円約2万7000ウォンを払わなければならないこともある。通行料免除対象の障害者と修学旅行の学生は電話で予約しなければならない。山梨県は山小屋に泊まらず徹夜登山をする人々を防ぐため、山の中腹に通行制限用の出入り口も設置することにした。山梨県知事はこの日、予約システムを積極的に利用し、安全かつ快適に富士登山を楽しんでほしいと述べた。山梨県とともに富士山を管理する静岡県はまだ通行料を導入していないが、登山計画などを事前に登録するようにするシステムを運用する計画だ。日本は最近スーパー円安減少のおかげで世界中から観光客が殺到している。ただ過度な観光客のために様々な問題が発生している。代表的な観光地の一つである富士山も同じだ。ユネスコ諮問機構である国際記念物遺跡協議会はパンデミック以後、富士山登山客が急増すると富士山保護のために登山客数管理を要求し、富士山撮影で有名な河口湖ローソンコンビニは最近近隣に巨大な目隠し幕を設置して視野を遮って話題になったりもした。はい、ということでございます。どうですか皆さん、これ私は別にいいかなと思いますけど、はい、じゃあですね、こちらに対して、警告の反応いってみましょう。はい、それではね、警告さん、なんか文句でもあんのかな。別に見るものがないただの活火山だ。うるさいよ。銭湯の絵だけでも十分な山だ。それに比べて雪岳山、北関山は絶景と風光が最高だ。81 黙ってろよ警告に山はないのかな、あそこになんで行くのか。81憎たらしいけど観光インフラは本当に羨ましいね。渓谷の地方都市も日本の小都市の観光政策は学ぶ点が多い。私たちは地方ごとに特色がない。72私たちも最終島の国立公園の海岸を少し休ませよう。迷惑なキャラバンキャンピングカーの人間たちもちょっと相当して。30反ナチ描写たちは刺身を食べていたが藤山もひょっとして行ったりして。65行くな、いつ爆発するかわからない。山は渓谷も多いし、熱帯地域に行けば驚くべきところが多いのに、あんな山を見るために日本まで行くのか。親日してネイバーラインを強奪され、天文学的な国益損害だな。反日して国益を守ったのに、反日に親日派たちが戦々恐々と気を揉んでいる。親日極右たちの究極の目標は北朝鮮をてこに利用して経日軍事同盟、自衛隊許容、全国民歴史捏造歪曲で洗脳、右傾化が目標で、親日永久執権が究極的な目標のように見える。ライン自体で政府が反日したら無駄だよと言い、徳島紛争化させ、強制徴用賠償も渓谷が行い、佐渡鉱山も放棄。この20年間、キム・デジュンから成し遂げた IT 先進国の技術まで日本に渡すのか。このままだと渓谷もまた強奪されそう。何？ LINE のこと？ IT 先進国って。LINE が約2万ウォンもするの？岸田ー。01
半日しながら日本観光に行って日本料理を楽しんで、日本製品が好きで半中しながら中国旅行に行って四国料理を楽しんで、四国製品が安いから好きだという、こんな国があるの？わらわら日産。本当に羨ましい国だ。弱者から強奪する小敷のような渓谷16。はい、というね意見でした。それではですね、チャットの反応を見ていきたいと思います。なんかいろいろとうるさいね渓谷さんねはい、じゃあですね、維持のためだよ。そうだよ、なんで来るのか。ネットでって話は前からあったんだよから聞いてた。来なくなるでしょ、そういうことだね、狙い通りだね。そうだそうだ、富士山というより日本に来るな。登山客のモラルが低すぎるから制限するしかなくなったよね。正直まだ安いやろ、山小屋予約せずに上に行こうとするやつおるからな。外国人がやりたい放題だから仕方ないと思う。さらに倍でも行く人は行く、そしてその行く人は行くくらいがちょうどいいのに。なんで来るのかってこっちも思ってんだわ。約3分の1の高さの山しかないから、山頂から眺めに魅了されるんだな。まだまだ安い、外国人は100ドル以上徴収するべき。2万円でも良いぐらいだろ、わら。無理な登山してやらかしたどっかの国の人もいましたしねえ、わら。遭難、怪我して治療費、捜索費用払わず逃げるからだろ。基本ノージャパンだろ。ハイヒールやラフな格好で登ろうとするやつは追い返せ。そもそも有料化もその値段上げることも散々我慢して話し合った上なんだってのに。登らなくてコンビニ前で写真撮ってんじゃん。富士山本宮浅間大社の参拝料だと思って払え、払くのが嫌なら来たるな。行きたいやつはそれでも行くし、これで行かなくなるならその程度。軽限定でエベレスト登山料金で100万円だったっけ。静岡も四国渓谷大好きな川勝が辞めたから、やっと重い腰を上げるかな。あれいつ辞めんだっけ、6月だっけ5月だっけ。お前らはことあるごとに富士山噴火しろとかのたまってるくせに。富士山の頂上付近は私有地、自社管轄だからな、わら。お前らにはもったいない。富士山を侮辱する国のやつは来るな。 IT 技術がないからハッキングされてんだろうが裁判所から1テラバイトでしょ富士山くらい霊験新たかな山渓谷にはないだろう、わらわら。半日して国益どこで出たの、奪ったんで。ローソンの幕は店の利用客と前の道路を走る車が事故を起こさないためにやっていること。よくもまあそんなに自分らに価値があると思えるもんな、ほんとキモい、わーわら。とりあえず嫉妬はみっともないということをよく示したコメントだらけで笑えるわ。 50cc で5合目に登った思い出。あー、5合目までは車で行けるよね。あー、 50cc で行ったんだ。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまた。